6時半に家を出た。じゃじゃーん、今日はこれを飲みます。いただきます。見てなかった。甘いの飲みたかったのに間違いだ。ああ間違えた。甘くなかったこれ。ちょっと疲れてたから糖分と思って買ったのに、見た目甘そうやったから買ったのに、砂糖不使用やって。残念だ。ミスった。家の砂糖入れたらって、もういいもういい、諦めた。うん、病院目がもうちょっと気にせえっちゅう話。96人しか見てないから、で、今日は朝は AKB の大逆襲の収録がありました。その発表されたんですけどね、その AKB の大逆襲っていう AKB のね番組の MC が決まって、なんとそれが MC を務めてくださるのがひろゆきさんということで、皆さんはご存知でしょうか。皆さんはご存知でしょうか。知っているのにすごい有名な方ですよね、大西も。でも、うん、大西は最近ものすごくひろゆきさんが TikTok に出てくるから知ったんですけど、そう、そう、ニコニコ生放送と、2チャンネルを作った方ニコニコ動画か、チャンネルかそうを作った方で、そう、すごい方なんです。そう、まあね、今日
はいろんな収録をちょっとしてきましたが、ぜひ皆さんどんな感じになっているのか楽しみにしていてください。今後楽しみです。すごく楽しみ。まあね、いろんなこれからやっていくこととかもこんな感じになるのかなみたいな感じのことをざっくばらんに聞いたのですが、ちょっとね気合い入れて頑張っていけたらいいなと思います。むちゃのツイートに反応してたのね。そう、反応してくださってた。AKB48 はちょっと画面偏差値が48ぐらいの集まりなので、集まりなので、そうですね、まあそうじゃ、そうじゃないよーってところをね、これね頑張ってね、論破というか、もうね、さすがでしたって言わせるぐらいに頑張りたいと思います。まあでもさ、言っちゃえばさ言っちゃえばさ、 AKB ってさ、まあそれはコンセプトになってるところもあるっちゃあるからさね。あのクラスで2、3番目に可愛い子っていうね、まあ、そういうのが過去ありましたから、まあ、ちょっと画面偏差値を下げてる鬼がなんかそう、ああだこうだ言えないんですけど、まあでもお店以外に可愛い子いっぱいいるので、お店も顔だけじゃなく言葉だったりとか行動だったりとか気合とかでね、いろいろ頑張っていけたらいいと思います。そう、でもせっかくひろゆきさんがこうやって番組の MC を止めてくださるから、今日収録した時点でわーって思ったこといっぱいあったの、ひろゆきさんに対して。そう、でもおーってなってるだけじゃもったいないので、もう本当にね頑張ってこうえいってえいってなれるように頑張る。本当にこんなね素敵な機会ないから、ね頑張って対抗していこうと思う。今回は講義を受けている感じという感想があって、確かにね何人かツイッターでね書いてたよね、大学の講義受けてるみたいな。でもなんか
なんかでもね、そうですよねみたいな、なんかわかんないけど、大西は共感することが個人的に多かったので、そう、今回話してたい、ひろゆきさんの内容とかが。だからなんかちょっとね、嬉しかったところもあるし、まあまあ内容ね、言い過ぎたらあれなので、もうちょっとこれ以上言わないんですけど、でも、まあ、ちょっと放送楽しみにしててください。どんな感じだったのか。レッスン行って自主練して、そのままガタゴロにはね、日テレさんに行って「ザ・ミュージック・デイ」に今日は出演してきました。本当にありがたいです。今回は AKB48 とモーニング娘。さんとそうコラボをさせていただいて。すごい楽しかった。すごい最初更新しててたからも楽しかったですもんね。リハーサルの時、リハーサルはね、実は昨日かな、昨日やったんですけど、そう、その時になんかこう今回はさ、交互に曲を披露していくっていう感じだったんですけど、なんかそのモーニング娘。さんが曲をやっている間は、めちゃ、イエーイって盛り上がってたんですけど、 AKB はリハーサルの時にもう全然もうもし普通になんかライブみたいに楽しんでてさ、イエーイみたいな、わーってやってたの もうずっとぴょんぴょん、イエーイってそう、もうずーっとやってたら、そう、一人の方がそう手振り返してくれて、はっ、とか今日クレジット、パフォーマンスする前に、なんかこの番組の提供は何々と何々でが提供ですみたいな、そのところでモーニング娘。さんと AKB がこうやって並んでやっててんけど、なんか戦うぜみたいな。でその時に、みんなど、なんかどんな感じするみたいな、出て、もしがこうやって戦う感じでみたいな、イエーイってやってたので、ノリノリやったから、おぬし なんかすっごいノリノリやったから、こう片膝でもこう膝ついてシャーってやってたの。だからモーニング娘。さんの方もやってくださって、こうやってノリノリでそうしゃがんでくださって、石田さんかな、そう、リハーサルの時に手を振り返してくださったのも石田さんで、そう、
嬉しかった、優しかった、本当に優しくて嬉しかったです。そう、そう、楽しかったです、とっても。モーニング娘さんに関してはそのゆいりが詳しいので結構こういうことあったんですよ、言って、そう、こういう髪型でこういう感じで、みたいな、石田さんだね、なるほど、そう、嬉しかったです。うん、テンション上がってた、ダチオタすぎて見れないって言ってました。そういう日が、そう、手振り返してくださったんですよみたいな言ったら、え、いいな、ダチオタすぎて見れないって言ってそう、その後は生き物係さんのジョイフルでタオルをずっと回してたよ。みんな見た？みんな見た？中学生の時に絶対カラオケで歌ってた曲やったから、もう一曲まるまる楽しんじゃって、その後ありがとうございました、スタジオから帰って楽屋行って着替えてたら、こっちのイヤリングだけなくて、ジョイフルの時もはしゃぎすぎてスタジオにどっか落としちゃってたみたい、そう、取れちゃってたみたいで、そう、スタッフさんにすいませんって言って、もしかしたら落としてきちゃったかもしれないです、捜索願いを出して、そう、でも見つかったんですけど、そう、よかったです、暴れすぎ注意だ、そう、衣装のね、そう、イヤリングが、でもすごく楽しかった、で、まあそんなこんなで一日が終わりまして、明日は僕の夏が始まる公演、2回公演です。明日も案外朝が早かったので、この後ね練習して、明日の満足行くまで練習できたら寝て明日を迎えたいと思います。この後覚えるんですよね、半分覚えた、
は覚えた半分、うん、半分まだ言ってないな。えらいこっちゃ。頑張るね。今3分の1です。頭三曲と くるみとダイヤロック、それ以外は今からです。校内はどんな感じなの？絶不調です。舌が痛い本当に。でもそうした2回公演っていうのがね大変よね。とりあえず意味ないねんけどロキソニン飲んで。そう舌ってねロキソニン飲んでもね痛み和らがないからあんま意味ないんですけど、まあ気持ちは大事よね。タイミングで雫公演も決まりましたからね。えらいこっちはほんまに。明日はとりあえず今日頑張るけど、雫公演が大変です。そうレッスンに2人がもう西は参加できなかったので今回の雫公演ユニットもね新しいからね、あと一からって感じだけど頑張ります。なんとか。なんとか頑張ります。頑張る。その頃までにはねちょっとでも口の中がマシになってたらいいな。もうねなんかファンの方が DM でねすごいいい情報をくれて、なんか Amazon で売ってる矯正器具に貼るっていうかつけるなんか粘土みたいなやつがあるんだってさ。そう骨ってそれをつけるやつがあんねんって。そうそれをね買おうと思う。痛い部分をこの矯正
正規具に貼り付けて、この引っかかるのを多分なくしてくれるから、そう、それをね頼んで、それがね最高やったらもう最高よね語彙力そう、ほんとね今気がちょっと病んじゃうぐらい痛くて口の中そう買おうと思う、それを。ねえ、喋るの痛いってさ、だよね。だから口の中痛いってもう嫌よね。取れてほしい。やだー、みたい。なんか、ほんまにあと1年半やらなあかんのかなほんまに。ちょっとね今ねその現実がちょっとね信じられないんだよこれほんまにあと1年半これ口の中についてんのかな。そう、これは口の中ずっと痛いのかなってなんか他のさ矯正してる子はこんな痛い痛い言ってないんですよ。なんでなんやろ、舌がでかいのかな。大西だけなのこんな痛い痛い出てるの。矯正、なんでなんだろうな。まあちょっと今日はもう口の中が痛くて、これ以上ショールームしてても大体しか言わないので終わるわ今日は一日よ、頑張ったよ。明日がえぐいね。
してくるわ明日の公演。じゃあランキングの方、チームの方から読んでいきたいと思います。いきますよ、1位刑事さん、ありがとうございます、イエイ。そして2位がハギハギやトマークももちゃんさん、ありがとうございます、イエイ。そして3位がユナットマークギリギリチョップさん、ありがとうございます、イエイ。そして4位がラムチャさん、ありがとうございます、イエイ。そして5位が KITT さん、ありがとうございます、イエイ。そして6位がリエボアットマーク大西軍さん、ありがとうございます、イエイ。そして7位がお豆アットマークドーミンさん、ありがとうございます、イエイ。そして8位がカホアットマークニコーさん、ありがとうございます、イエイ。そして9位がボスブラックアットマークメンデルに栄光あれさん、ありがとうございます、イエイ。そして10位が SL アットマーク大西軍さん、ありがとうございます、イエイ。ドンと落としちゃった。そして11位がおやちゃん、ありがとうございます、イエイ。そして12位がカッキーアットマーク大西軍アットマーク新三国無双チケット先行明日24時までさん、ありがとうございます、イエイ。そしてラスト13位がサイコロのサイさん、ありがとうございました、イエイ、ありがとう。ということで、そう、新、あ、そうね、OK、うん、何でもない。じゃあ、今日はこの辺で終わりたいと思います。でははい、いきなりですが質問です。皆さんの好きな色は何ですか？うん、でもやっぱりそこは、せーの、この色。はい、ありがとうございます。奈良県代表の大西桃香でした。今日も見てくださった皆様、本当にありがとうございました。ではおやすみなさい、バイバーイ、ありがとうございました。